推し活ってでも最近流行ってるんですよね。うん、まあまあ昔からあるのかな。流行ってるんですよね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。マジシャンの新しです。お願いします。ちなみに新しくんの推しはここにはいないと思うんで。でも韓流です、僕も。え、はい、ボアさんですね。あ、はい、知ってます。知ってます。世代じゃないですよね。でも世代じゃない。はい、ここは推し活のグッズを売ってるお店、うん、専門店です。グッズ、はい、こっちから。うお、え、ギャルって書いてるやん、これ。アゲー、アゲー、何ですか。うちのお店のオリジナル商品、はい、はいはい、トレカを収納する、うん、アルバムみたいな感じに入れて、はい、はい、コレクションするね、たまに見てニヤニヤするみたいな。あ、そうです、そうです。僕らトレカ言ったら遊戯王とかですもん、ね、いやいや、俺、あれ、違う、俺がトレカ言うとあのポテチの仮面ライダーです。そう、あれ、そう。これを持ち歩くってことですか。そうです、まあ、いつでもだから見れるようにや。すごいな。そうそうそう、ふとした瞬間に、あっ、あ、めっちゃ分かっていらっしゃる。そうです。仮面ライダー3号どこやったの。めっちゃ気になるの、あの上のやつ、あれ何なんですか。そうそう、俺もこれ入ってきた瞬間目につきますよね。ぬいぐるみ、ペンライトになってて、ペンライト、はい、ペンライトにつけてるのがペンライトカバーって言って、はい、ペンライトをかぶってデコるためのペンライトカバーになってます。写真とか撮るときにかわいく撮れるように、うん、ペンライトのカバー。ごめんけど、俺何なんかが今多分一言も分かってない。はい、はい、ペンライトで、ありがとうございます。これ、ね、光るんですか。そうです、電池入れたら光る。それを振るんですよ、はい、あ、そうです。当てます。持ってたら、着てたら可愛い、はい、そうです、やっぱり、まあ、インスタグラムでね、写真を載せるあれも、ちょっと、ペンライトだけやったらちょっと薄っと、はいはいはい、カバーをつけることによって、はい、え、じゃあこれ、あれ僕今日これ例えば今写真1枚撮ってもらって、はい、インスタ上げたら映えます。はい、映えます。映えます。はい、え、でも2個もと、どれ。あ、そうです。うちわもしますよ。みんなうちわと、はいはい、なるほどね。ゲイみたいな。はい、じゃあ行きます。はい、チーズ。ありがとうございます。お気遣いありがとうございます。これは何ですか。これがネームタグっていうの。ネームタグ、はい、やっぱり今ハンドメイドとか結構流行ったりするので、はいはいはい、好きな土台と名前とかのパーツを選んでもらって、もう世界に一つだけのオリジナルネームタグが作れるっていうものになってます。キーホルダーですね。そうです、ね、だからここでそれを作れちゃうってことです、自分で。だからこれ完成したっぽい感じのやつ、これやね。あ、ええやん。でも、うん、いやでもこれやん。え、これをどこにつけるんですか。これを結構カバンにつける方がいらっしゃいます。こ、うん、はいはい、ういうトレカホルダーにこれですか、うん、つけるんだ。ここにこう、あ、こんな感じ。なるほど。だったらもっと可愛いよっていう。確かに、こういう合わせるのもすごいいいですね。僕やったらボアやね。美容、確かにそうですね。どこにつけんの。え、どこにつけんの。ここじゃ腕。あ、ボア。じゃあすいません、よろしくお願いします。お願いします。ちなみにマジックって目の前で皆さんご覧になったことありますか。ないです。ないです。初めて。なかなか目の前って見る機会ないと思うんですけど、テレビなんかでやってるのはちらっと見たことあります。あ、はい、あります。ちなみにああいうの見ててどう思ってらっしゃいました。すごい、ほんま、ほんま、はいはいはい。まあ、実際自分が体験しないとなかなか分かんないと思うので、まずはちょっとマジックといえばシンプルにトランプからお見せしたいんですけど、ただ僕のトランプマジックは普通のマジックとちょっと違って、ブレインダイブという、はい、マジックを得意としてるんです。ブレインは脳で、ダイブが潜り込む、人の脳に潜り込んで考えていることを読み当てるというマジックなんです。通常トランプマジックはマジシャンがテクニックでカードを当てるんです。わかりましたよね。こうカードもちろん全部バラバラです。大丈夫ですね、はいはい、
で1枚指さしてもらってそれを何のカードか戻してもらって切ってみたいな感じで当てるんですけど、無限大はそうしないんですよ。お一人ずつ自由にカードを頭の中で思い浮かべてもらって、それを僕が一人ずつ当たるかどうかちょっとチャレンジしてみようと思うので、頭でまずマークと数字パッと今思い浮かぶの、ハート、ダイヤ、スペード、クローバー、数字は1から13まで一つ決めてもらって一人ずつ当てていきます。じゃあまずお姉さんから一つ頭でカード、はい、マークと数字を思い浮かべてもらって、はい、決めました、はい、これ当てる方法が実はね、カードの中に1枚だけワイルドカードって言って、ジョーカー、これジョーカーなんですよ。ワイルドカードって聞いたことありますか？ポーカーなんかのゲームをするときに使うんですけど、ワイルドカードっていうのは何のカードにでも化けることができるというか、どのカードにでもなることができるんですよ。なのでじゃあまず、ジョーカー、普段右利きですか？あ、右利きです。じゃあ右手で持っといてもらって、はいはい、頭の中でマークと数字を強くイメージしてもらって、今パッと見えたら赤いカード、合ってます？思い浮かべて、はい、あ、はい、合ってますか？今絵で見えた感じだと赤いカード、はい、もうちょっと強くイメージして、はいはい、ちなみに思い浮かべたカード何でした？言っていいですか？はい、ハートのロックです。お姉さんジョーカー渡しましたよね、はい、今何持ってるちょっと見てもらって、はい、あすげえびっくりしてるみたいそうですねずっと持ってましたよね、はい、ちなみにジョーカーもう1枚あるんで、じゃあお姉さんもいいですか、はい、これそのまま1枚渡しますね、持っていただいて、はい、頭でマークと数字を強くイメージしてもらって、はい、お姉さんも赤いカードかな、はい、合ってます、はい、ちなみに思い浮かべたカード何でした？ハートの3です。見てください。ハートの3ですよね。怖い。そう、変わってしまうジョーカーが。すごい。そうですね、持ってましたね、はい、じゃあ最後お姉さんいいですか、最後、一つカードを思い浮かべてもらって頭の中で強く、本当はジョーカーを使って当てるんですけど、実はトランプの中にジョーカーは2枚しかないんですよ。でお二人のカード変わってしまったので、この2枚使って当てますね、ハートの3とハートの6、一番上と一番下にこんな感じで挟みます。カード強くイメージしてもらって、お姉さんも赤いカードよく見ててくださいね。一枚挟まったんですけど持ってもらって、思い浮かべたカード何でした？ダイヤの10。ダイヤの10すげえ。これで3枚とも当たるんですね。ハートの6、ハートの3、ダイヤの10、間違いないです、一応カメラでした、はい、当たりましたよね、はい、すごい。通常はトランプマジックって先ほども言いましたけどテクニックで当てるんですけど、思い浮かべたものは当てようがないじゃないですか、ブレインにダイブしてないと、そこがちょっと普通のマジックと違うところなんですけど、今日こういうのを持ってきてまして、やったことあります？やったことないです。全面揃えたことはない、ないですね。ルービックキューブ、最近は世界大会で10秒以内で
パパパパッと10秒以内に揃えちゃうという人いるんですけど、じゃあ真ん中の方ちょっとチャレンジしてもらおうと思うんですけど、はい、表向きで考えてやってやる場合だとこう1面ずつ揃えていくという形になるかと思うんですけど、これだとこんな感じでこう見て結構大変じゃないですか、こうここかなここかなみたいな。なので今日は無意識のうちにルービックキューブの世界チャンピオンになってもらうと思うんで、一番難易度の高い後ろ向きで、はい、やってもらうと。だから本人が意識をすると難しいので、ちょっと無意識をまず作りたいので、僕の目を見てもらって、一応深呼吸、今何も考えずに、ルービックキューブやったことあるんでしたっけ？ないですか？じゃあね、ちょっとこっち来てもらって、はい、これます。で、今これぐちゃぐちゃの状態ですけど、はい、もう一度じゃあ深呼吸してもらって、で、手を持って、はい、掴みますかね。はいはい、で、ゆっくりキューブ全体を後ろ手で回転させてほしいんです、はい。はい。で、目を閉じてもらって、で、自分のなんとなくのタイミングでいいんで、そんな感じで、はい、いいです、いいです。でずっとやっていって、こう回していって、なんとなくやめたくなったらそこでやめてほしいんです。やばい、もう一度回したときだった。いやいや、全然大丈夫ですよ。なんとなく、はい、これ1時間でも全然回し続けられる。やばい、はい、あ、でも結構いい感じ。はいはい、まあ、なんとなくここかなって、やめたいなと思ったら、はい、そこでいいですか、はい、これではもちろんキューブ揃うはずないですよね、はい、そうですよね、はい、じゃあ目を開けてもらって、自分で後ろ手でやってもらいました、はい、キューブ前出してもらって、前出してもらって、よくやりましたね。もちろんそれ9、1回も通ったことないのに。そうですよね。だから家にもしルービックキューブがあったら、そう、表向きじゃなくて後ろ向きでやったら、やばい、今みたいな感じで無意識でやったら揃ってしまうと。今だから世界で一番ルービックキューブがうまい、チャンピオン。なんでそこで止めたんですか？でもなんかなんとなく、さっきもなんとなく言ったけど、特に理由はなく、なんかやめたくここでやめようっていう、別に1時間やってもいいって言ってたのに、ちょっと1時間はやばいかなって。じゃあちょっと今度は、あんまり普段やらないんですけど、特殊なブレインダイブというか、僕はあの普段友達少ないんですけど、あのもしよかったらどなたか僕と友達になってほしいんですけど、まあ、ただ急にあの友達になってくださいというよりは、ブレインダイブで友達になろう、はい、すごっ、やんな、別になんか嫌やそんな。チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、インスタのフォローもよろしくお願いします。 See you next dive。